どうもしんちゃんです。今日はアコギですね。アコギの弦が錆びちゃったんで、張り替えをやっていこうと思います。でございます。クラフターというクラフターという韓国メーカー、よくわかんないけど安かったので買いました。じゃあ弦の張り替え行ってみます。で、いつも使ってるギターの弦、アコギの弦はこれマーチンですね。マーチンのエクストラライト、下が10の上が47ですね。これを貼っていきたいと思います。はい、でギターの弦交換の時に使う道具ですね、僕はこれ使ってます。弦を切っちゃう、これリッパー、ニッパーと弦巻くやつね。これあったら便利、早い。フレットとか指板をですね、ちょっと綺麗にしたりですね、ちょっと弦にコーティングしたりとか、弦がいいですね。定番でございます。で、これらを使って弦交換やってまいります。とりあえずね、これで弦を緩めていきますよ。いくぞ、やろう。はい、入れます。もうジャランドランでございます。もう弾けません。で、これを緩んだところ、これね、さっきのチュキチュキ、これでこの場合はフレット12フレットぐらいからね、バチンと切っちゃいます。よいしょ。入れちゃいましたね。で、アコギはね、何だっけこれ、ボール、何これがあるので、こういうのね、こういうので弦を押さえてるんです。これで押さえてるので、これを抜いていきます。抜くんですよ、全部。はい、これでブリッジ側は取れました。で、スペアスペアと丸めておきます。こうすると捨てやすい。はい、終わり。今度は裏の弦を抜いていきます。この部分真面目に巻いてるんで、ちょっと届けにくいです。これで、ドアも取れたぞ。ヘッドの方が取れた。まとめまして、先に結んで捨てやすいようにしていきたいと思います。はい、さようなら。で、汚いよね、これが。僕の場合汗っかきなんで、なんか油がついております。指板も汚いんですよね。よく見えないかもしれませんね。これをちょっとタオルとフィンガーイズをかけて、入ってないな、足りるかな。で、磨き上げていく。入ってない。固定してるのかどうか分かりませんけど、僕こうやってやってます。で、が戻ってきました。よし、で、これで下処理は終了でございます。はい、
厚切り弦の交換する弦ですね、のパッケージを開いていきたいと思います。こうなっちゃうんですね。ちゃんと開かないね。絶対横に出るからね。僕が使っているマーチですね。弦の内袋で弦を貼っていきます。何弦からか、まあ、6弦から、まあ、これもここね見えるかな、見えない、これここに刺していきます。使って手が震える。これを入れて止めていきます。止める。ちょっと上に引っ張ってあげながら止める。これを繰り返していきます。で僕の場合はここに6弦を貼りたいときは5弦のペグのところから切って。それから見えちゃうここ、ね、穴があるんです。ここに入れてちょっとこんな感じで1センチぐらい出る感じかな、入れてクッとこうクッとしてで、このこれね、これでこうクリクリーと巻いていきます。楽勝です。簡単です。でなるべく解けにくいような形で巻いていく。はい、これでまあ6弦が準備完了でございます。この手順を繰り返していきます。セット完了でございます。もう今バラバラの状態です。音が今ね、こういうのがある。これを、この場合はあのヘッドのここに挟み込んで、しました。そしたらですね、まずこれ勝手に感知してくれるんで、どの弦かはですね、で6弦は E になるので、ここを E まで上げたいと思います。新品の弦は伸びます。なのでこうちょっと高めにやってって、僕の場合はこの1フレットを押さえてこの12フレットあたりからこうクククッとこう引っ張ります。あまり引っ張りすぎちゃうと切れちゃうんですが、まあ、僕はこの感覚でやってます。 でまたこうすると、ほら、また低くなってね、これを合わせていく。これ、3、4回すれば多分、良くなると思います。で、これを繰り返していきます。
回してみようかな。A も若干これも、ライブ前とかあんまり慣れない人がライブ前とか弦張り替えて、なんかね、また演奏の時に伸びるとか、これをちゃんとやってないとそうなるんですよ。で、アームのついたギターなんか特に気をつけてください。で、初めてライブしたりとかする人は、リハを始める前に弦交換をしといた方がいいと思います。リハの後に弦交換しちゃうと全然違ってくるので気をつけましょう。久々にスタジオ行っちゃうので張り替えてみました。どうだよ。